はいどうも、白コリです。コンコリー。クラウドパンク続きをプレイしていきます。今回は、ワンちゃんからコラの情報について聞く前に、自分が飲むコーヒーを入れると、主人公はコーヒーが飲みたいらしいので、その場所に向かいます。メトロハブミノーラという場所、こっちじゃないんだよね。こっちじゃないよね。この話せると思った人はコープセック係員なので避けていきましょう。ああいう建物に書いてあるペイントもすごく雰囲気が出てますよね。ミッドナイトクラブダウンタウンで、ここに話せる人がいると。ダイナマイトシンプソン、ねえちょっとこっちに。今忙しいの。待って、話があるんだ。君この辺の人じゃないよね。黒くて変わった見た目をしてるからでしょ。勘弁してよ。いや、君がどう見ても俺のことを知らなそうだから。有名な人、この辺の人間なら俺に注目されると喜ぶんだ。そうね、私はあなたが誰だか知らない。コーヒーくらい静かに飲ませてよ。俺はダイナマイトシンプソン。俺のことを知らなくても俺の音楽プロジェクトについては絶対に聞いたことがあるだろう。はいはい。ねえ、次のミュージックビデオに本物のイースタンファッションが必要なんだ。君の袖にある刺繍、イースタン半島だろ。あなたミュージックビデオの監督なの？俺は録音責任者、ビデオ監督、起業家、ギタリスト、ソーシャルメディアの中心者、ブランド立ち上げの専門家であり。それで私の袖が欲しいの？厳密に言えば違う。次のミュージックビデオの背景に花柄を使いたいんだ。私のお気に入りのカーディガンをあなたが盗用するのは美味しい話みたいだけど。故郷の人たちについてもう少し教えてくれ。それは嫌。かけてもいい。故郷の人たちは都市を越えて俺の音楽を楽しむよ。そうは思わない。ああ、俺の音楽を演奏するには必要な技術がないかもしれないね。私たちは万人じゃなくて農民なの。それに自分たちの音楽を持ってる。自分たちの音楽とファッション、新しいな。もっと教えて。どうすれば君たちの音楽を知ることができる？君は部族のドラムを叩いて育った？は？私はバッハを演奏して育ったわ。じゃあ君もミュージシャンか。今は違う。5分後に撮影を始めるんだ。君たちの音楽をもっと知りたいけど、その前にそのデザインの写真を撮ってもいい？お金をくれるなら。君がもっと教えてくれるならね。その模様の意味は？月下美人よ。私たちにとって母親が娘に送るお守りなの。お守りって？いやらしい男に傷つけられないように。本当？これでドリーの次のビデオが完璧になるぞ。一つ持ってるわ。故郷から持ってきたの。枯れてるけど。あ、確かにあった。本当？俺にくれないか。お金と交換。ほらどうぞ。本当に俺が持っててもいいの？母親からもらった贈り物を売るなんて。ええ、じゃないと餓死するから。やった。ミュージックビデオでこれをドリーの髪に刺したら最高なものができるぞ。いい取引だ。俺はもう行くけど、君とはまた会うことがあるかもしれないな。じゃあね。ラニアは地元で何かあったんですかね。嘘、お母さんの花なのに手放すなんて。母さんのじゃないわ。下水処理の近くで見つけたの。しおり代わりに使ってた。それって本当にいやらしい男から女の人を守れるの？ただの枯れた花よ、カミュ。なんか私前回ぐらいにカミュのことをマシューって言ってた気がする。どうでもいいけど。じゃあお母さん、母親から娘に渡すっていうのは嘘？本当なのかな？まあ、とりあえず、ラニアの実のお母さんとは関係ないものなんですね。まあ、でも、捨てようかなって迷っていた
お花だったからお金になってよかったですよね。300で売れたし。え、何ここ、猫ちゃん、猫ちゃん、なんで猫ちゃん、この先に猫ちゃんがいるん。それはいいとして、あ、回収し忘れてた。ここに何かがある。あったあった。あ、パンチカード、あと4個でイブリンに渡すことができる。ここも、ここにも、上かどっかか、ここら辺にあるはずなんだけど、多分階層が違うんだな。この人は話しかけられますね。ハルド。ねえ、大丈夫？ええ、僕は大丈夫。少し休まないと。あと食べ物が欲しくて。イースタン半島から来たの？いえ、ステップス出身です。僕の名前はハルド。歯科医師をやってました。ラニア、ドライバーよ。何があったの？いろんなことがあったんです。家賃が高騰してしまい、オフィスを畳まざるを得なくなりました。債務会社が傷が治らないままで、痛くて痛くて。ジュースの服用を始め、定期的に痛み止めを飲みながら今に至るまで働いていたんです。感覚が麻痺して、かろうじて目が見えるだけなんです。このお金で食べ物でも買うのよ。ありがとう、ラニア。あなたはいい人だ。僕はいつかイースタン半島の景色を見たいとずっと思っていたんですよ。きっと見れるわよ。優しい嘘をつく時の笑顔が素敵だ、ラニア。ラニア。へえ、なんか私が選択するんじゃなくて勝手にチャリティーしたけど、なんかそっか、優しい面もあるんですね、主人公。結構お金お金ってなってたからね。まあ、この人とはまた別の場所で会いそうな気もしますね。はい。あ、コーヒーガイだって。向こうから俺のことを見ていたね。この辺りでコーヒーを飲める場所はここだけか聞こうかと思ってね。私はこの町の人じゃないけれど、ここのコーヒーは、ホバのオイルのようだ。平均点以下って言おうとしたけれど、そうね。美味しくないんだ。コーヒーが飲めるのはここだけだよ。俺は10代の頃からここへ通ってるんだ。まだ10代に見えるけど、俺の発育を止めているのがこのコーヒーさ。それじゃああなた、75だ。おじいちゃんね、はじめまして。ああ、ちょっと待った。君の名前は？私はラニア。配達をしているの。そろそろ別の配達があるから、それじゃ。ちょっと、何かしていかないか？ナンパか？デートに誘ってる？いや、俺は何かやってみて、こう見届けるというか、何かするね。具体的には何をしたいの？その、ねえ、そのって、どうするの？ボーリング？射撃は？ダウンタウンに射撃場があって、そこで大きなパルスライフルを撃てるんだ。パルスライフルは好きじゃないの。銃全般はダメ。ああいうのは、人を狙う道具でしょ？的を撃つだけじゃないか。人間と的はお互い平和に共存できると思うの。ピザはどうだい？いいわね。どんなピザ？アーティチョークとアボカドは？登った場所に通好みの店があるんだ。ああ、それは苦手。残念だけど、また今度ね。またここで会ったら、君が好きそうなものを考えておくよ、ラニア。またね。え、年齢のことは本当だったのかな？これ本当にナンパ？実績ロック解除ナンパって出た。ナンパだったのか。そっか、デートしてみるのも面白そうでしたけどね。ネオ？お店の人？ネオのネオカフェへようこそ。ネオです。ご注文は何になさいます？
なんか見た目かなりファンキーなのに普通の接客された。あ、コーヒーニバチーノ、ニバリス市民のための特別なカプチーノ、心を込めて作られている。へえ、あ、ニバリスのカプチーノだからニバチーノなんだ。面白いじゃん。コーヒーも買っとくか。へえ、ありがとうネオ、良い一日を。どうもどうも。コーヒーは買ったけど、これでいいのかな。クエスト、あ、カミュ。ハロー、いる？カミュ、どうして通信で私を呼ぶの？コーヒー休憩中なの。理由があるんだ。理由って、一人が嫌なだけでしょ？そう、その通り。ダメ？いいわ、連れがいた方が嬉しい。どうしてコーヒーを飲んでるの？夜勤は初めてなの。コーヒーを飲んだら目がしっかり覚めているように錯覚できるのよ。睡眠がいらないあなたにはわからないでしょうけど、僕も眠るよ。オフラインになってソースコードを再コンパイルするんでしょ？それは少し睡眠っぽいね。僕も眠るよ。 OK、 わかってる。コラについて見つけたことを教えて。3つの違うタイプのことを見つけ。カミュ、このデータ分析と検索ってあなたでもできることだけど、ちょっと退屈よ。その部分はジェネリックオートマタに任せたらどう？そうしたら少しの間あなたもオフラインになれるし。睡眠、ええ、カスタムパーソナリティカミュオフライン、ジェネリックオートマタ復帰。よし、パーソナリティさん、コラについて知っていることを教えて。コラには3つの異なるデータ起点があります。2つは非推奨のため、アンダーウェブでのみアクセス可能です。警告、あなたのオートマタがこの情報にアクセスしたのが検知され、個人情報が漏洩しました。くそ、まあ今更手遅れね。大丈夫、分かったことを教えて。まず公式データから。コラはニバレス市民に口語で使われる単語で、 AI と機械システムを組み合わせたものを指します。都市中を走っている物流とメンテナンスのシステムを管理しているものです。それはよく知ってる、続けて。気まぐれな人格を持つ擬人化のように、コラが一種の感覚や知恵を示しているかは不明です。コーヒーをすする。はい、最適データによれば、コラは根本的に人知の想像を超えており、生物学的思考の境界を超えた先に存在します。全然役に立たない。それじゃあどうして誰もがコラについて話してるの？会話の中での日常的なコラの使用で同時に思い起こされるのは、運命、幸運、セレンディピティについて話す可能性がある場合です。例えば、残高をチェックしたら限度額を完全に使い切ってた。金がどこに行ったのかはコラが知ってる。コラにはあと2つのデータ起源があるの？はい、1つはインターネットと呼ばれる休眠データプールにある都市アーカイブです。もう1つは注釈と呼ばれる紙媒体のテキストです。こちらは日前にスキャンされデジタル化された疑似歴史書籍です。その中なんたらって文章の抜粋を読んでみて。コラは小型ロボットをアンドロイドを機械のヒエラルキーの頂点に訓練し、12の創造者の最後の一人である。複合 AI は都市を滑る人間のために機構を設立した。創造者はなぜ失敗したのか、彼らのソースコードは解決できない論理的エラーを起こしたのだろうか、あるいは最悪の想定だが、創造者たちは人間性を捨てることを選んだのだろうか、そうであるならコラもすぐ同じ選択をするのだろうか。この情報の正確性に対する確信度は 11.4%。思ってたより高いのね。このことについて私以外に知ってる人はいる？
コラは一般的に語られています。あらゆる通信で最大 0.8% 言及されますが、その本質に関する実質的で検証可能なデータはほとんど存在しません。最後のデータを読んで。インターネットからのあれ。コラ、リサイクルエージェントを運営したコンピューター。それだけ？ハッカーや AI とどう関係があるの？これ以上のデータは利用不可能です。注釈をローカルストレージにコピーして暗号化しておいて。データ侵害があってもアクセスできるようにしておきたいの。それから紙をオンラインに戻して。カスタムオートマタパーソナリティ、紙を起動中。コラについて分かった？多少はね。自分でも何を探してたのかわからないけど。食べ物はいらないの？お腹空いてない。ねえカミュ、カフェのメニューを見て。種類が全部違うの。あなたがコーヒーを飲めるとしたらどの種類を頼む？ドーナツコーヒー。それって本当は、あ、僕バカなこと言ったね。正直ドーナツコーヒーってすごくいい響きだと思う。コラ、結局、まあ、字幕の流れるのが早いってのもありましたけど、そんなによく分かってないですね。まあ、とりあえず頭の隅に置いておきますか。最後のドーナツコーヒーのくだりはどういう意味？本当はコーヒーじゃなくてドーナツが食べたいんでしょみたいなこと？全然違ったらどうしよう。ダーニャさん、すいません、昔懐かしい製品を売っているのを見たものだから、これが何なのか知ってるかなって。こっちに見せて。ああ、ゲームテープ。古い音楽ストレージかなって思ったけど、それって音楽？全然違う。これはゲーム。年代物なんです。どこでこれを？本当のことを言うと、ゴミの近くにあったんだ。嘘でしょ？信じられない。ということは、骨董品？そう、スペクトラムのホームコンピューターで遊ばれていたの。48K ね。遊ぶならインターフェースはジョイスティックが必要よ。ケンプストンかプロテックのね。それ以外のインターフェースはゴム製の方向キーで遊ぶしかないの。知ってる単語が出てきたけれど、それでも意味がちょっと。こんな感じよ。まずこのテープをテープレコーダーに入れて。それでもさっぱり。遠い昔、情報は磁気テープに保存されていたの。この細長いテープがあるでしょ。こんな風にコードが絡まると大変なのよね。今だと操作の仕方をはっきりと知っている人は誰もいないけれど、この機器に入れてあげれば実行可能なコードとして読み取れるわ。これが画面に映像を映して遊んでいたゲーム？そうそう。データをメモリにアップロードするのにとても時間がかかったし、データそのものがとても小さいの。メモリの容量がとても厳しい中で、ご先祖様がどうやりくりしていたんだろうね。こういった機器が好きなのね。技術に興味があるんだけど、本当に興味があるのはゲームだね。小さなスプライトを操作して街を歩いて、やってきた人たちにパンチするの。昔のゲームは象徴的なものだったと思うの。シシフィスの岩のように道徳的なメッセージがあった。私たちコレクターはそう信じてる。こういった古典的なゲームはどれも教訓が含まれていると思ってる。街で歩いて人をパンチするゲームは何を教えてくれるの？言う的に言えば、街が衰退し荒廃した人々と物理的な力で戦うことはできないことを教えてくれる。このゲームではプレイヤーが勝てばまた最初から始まる。この繰り返しね。その通り。したがってゲームを通じて暴力は娯楽だと学ぶけれど、このゲームのクリエイターは暴力は無意味であることを教えてくれようともしてる。古いゲームは示唆に富むわけね。どうして通りに並べられるようになったの？私のようなコレクターをしている行商がたくさんいるの。その中でもサンクラーっていう人がいるけれど、
その人は先週亡くなったんだ。こういった危機を持つことは許されていない。もしコープセックに捕まったら、サンクラのことは残念だよ。あの人は先月海に落ちてしまったから仕方がないよ。道に目を落として見てみるといいよ。街中にゲーム機が散らばっているかもしれないから。買い取ってくれるの？もちろん、黙っていてくれればね。気に入ってくれたらゲームの説明だってしてあげるし。これは2プレイヤーモードがあってね、街にうろつく人々を一緒に殴れるんだけど、また今度だね。ライムはいらないよ。なるほど、ここで街中で拾ったゲーム系のものを売れるんだ。忘れそう。なるほど、あ、オペレーター。次、ドライバー 14FC、 ホバから出ているのか。休憩してました。我々には休憩なんてないぞ。動画は見たか。いえ、どうして。また事故だ。セクター21、いや、セクター23だ。いや、21か。爆発？わからん。我々には困った次第だ。今週いなくなったドライバーは去年の今頃より多いんだ。オペレーター、大丈夫ですか？わからん、わからんよ。君の本名は？冷たい数字にはうんざりだ。ラニア。君のことは気に留めておくよ、ラニア。今夜以降は状況が良くなることを約束する。今夜それ乗り越えれば。あなたの名前は？言えないことになってるんだ、クソ。そちらで何かあったんですか？声が。問題だらけだ。私はただこの仕事が終わったら話そう。了解。どんな仕事？ギャローズローには商店という古いエスカレーターがある。その最下層にいる人間が収穫を求めているんだ。そのエスカレーターはどこへつながっているんですか？いいか、ラニア。その質問をもう口にしない方が、この仕事はやりやすくなる。ギルという男を探すんだ。ああ、それともう一つ。はい。コーヒーを楽しめ。私の机の引き出しには酒が一本しかないが、今夜は一杯やるとするよ。会社に不満を抱かれたらクビになってしまうわな。乾杯。乾杯、オペレーター。じゃあギルという男性を探すみたいですね。そっか、ここで新しい依頼か。ロークラブオープン。うおー、入りてー。入れない。いや、クラブもきっとギラギラしてて楽しいところだろうな。ここはいかにもなホテルですね。部屋選んでるんでしょうか。あ、駅って漢字で書かれてる。駅だ。確かに駅っぽい、とても。はい、探知カード探してた。何してんの、そんな端っこで。すごい人が重なってた。よし、じゃあホバまで戻りますか。あ、遠隔起爆装置。ここね、さっき何もないと思ってたんですけど、遠隔起爆装置が置かれていました。うん。で、じゃあホバの近くにいたコープセックに渡しましょうか。これ持っててもね、しょうがないですもんね。持っててもしょうがないし、逆に怪しまれても嫌だし。いたいた、渡そう。すいません、こういったものを拾ったのですが、これはコープセックに渡した方がいいと思って。それか取り扱いを知っている方がいいんじゃないかって。お嬢さん、これは？わかりません、拾ったものなので。多分、ほら、こっちに持ってきて。
ええ、そのつもりでここまで来ました。これは何かの装置か、犯罪に使うものなのか、あとはお任せします。私も用事があるので、それでは。このボタンは何なんだ？わかりません。では、私に聞かないで。まだ帰らないように、これからこのボタンを押すぞ。押さない方がいいのでは？どうぞ。そのボタンを押せば何が起こるかわからないけれど、安全を考えたら、その、何も起きないな。押したの？今さっき私は。それでも何も起きないな。ボタンを押さないで。お嬢さん、一歩下がってもらえますかね。わかりました。何かの起爆装置に見えて仕方がない。大きな赤いボタンを押すまで、私は近づきたくはないですよ。また、変化があったぞ。ライトが表示されたな。スクリーン上に文字がある。何が書いてあります？読めないな。見せてもらっても。ほら。アラビア語ね、読めるわ。それで、何と書いてあるんだ。このボタンをもう一度押さないでくださいってあるわ。うん。本当です。そう書いてあるんですから。よくわかった。なら、上に聞いた方がいいな。もう言っていいですよ。こいつ大丈夫かよ、お仕事。その方はアラビア語？いや、なんでだ？特に何も。アラビア語読めるって言ったのは嘘かな？とりあえずボタンを押させるのをやめさせたってことですよね、多分。嘘だよね、多分。まあ。やば。大丈夫か？やめてよ。よくわからないボタンを押すの。そういうのやっていいのは主人公だけだから。はい。というわけで今回はここで一旦区切りたいと思います。次回は、どっかの地下にある、地下で待ってるギルという人から、まずは物を集荷ですね。それからお届けになるのかなと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。